全部一样。好，大家好，我们马上开始。皆さんおはようございます。もう少しで始めます。感谢这个远藤老师来参加这一次的讲座啊。遠藤先生が参加してくれたことが本当にありがたく思っています。好，这个呢，当然这个我们跟远藤老师商量要分几次来做。这一次主要是中学寿宴和小学生的学习习惯，下一次是高中生寿宴。高中寿宴的意思就是初中升高中，相当于中国的中考。何回かに分けてありますので、今回は小学生から中学生で、また今度のもう一回は中学生から高校生に上がることについてやります。哦，大家看一下，我这个声音应该可以哈。有人说。喂，大家好。哦，之前测试过的。如果有人听不清的话，可能是他们那边的，可能是您那边的问题哈，就是要调一下你的这个 speaker 哈。もしなんか聞こえなかったら、今さっきテストしたら多分聞こえてたので、そちらの問題だと思います。好，之后呢，有我们请了各科的专业的日本的老师来帮助我们解释一下，中学和小学各个科目的学习方法。他の中学のただ教えてくれる先生も来たので、そちらの先生がいろいろ教えてくれるかと思います。好，好，那我们。就把接下来的时间交给远藤老师。遠藤先生、よろしくお願いします。遠藤先生。あ、皆さんおはようございます。遠藤と申します。よろしくお願いします。音聞こえてますでしょうか。聞こえてます。あ、ありがとうございます。はじめまして、遠藤と申します。本日は中学受験のお話を私の方からさせていただきます。よろしくお願いいたします。大家早上好，我叫远藤。今天我来介绍中学小升初的问题。しました。それではですね、画面を共有させていただきます。すみません、通信のビデオだけちょっと切らせていただきますね。あ、すみません、今保護者会資料という画面映っているでしょうか。映ってます。はい、ありがとうございます。それではこちらで説明をさせていただきます。はい、本日の目次はこのようになっております。自己紹介と入試の話と算数の入試問題を少しご紹介いたします。今我来介绍这三个问题。はい、まず私の自己紹介からです。指導経験ですが中学高校受験で16年ほどございます。这是我的指導经验，在中学高中差不多有16年的教师经验。指導生徒数は約100人指導したことがございます。指導過的学生大約有100個人。合格実績は下に記載している通りになります。合格成績是跟下面是一样的。著作で算数革命と本を2012年に出版をしております。
2022年写的算术革命的这一本书。早速ですが、中学入試合格に向けてのお話をさせていただきます。现在来介绍与中学入试的合格的问题。はい、こちらのグラフは9月から12月の学力の伸びのグラフになります。这个是9月到2月份的合格学历的学历。はい、中学入試の合格点はおおよそ60点から70点です。中学的合格分数差不多是60到70分。ですが、9月時点ではその半分ぐらいしか取れません。但是呢，在九月的时候只能拿到那个一半。仮に合格点を60点とすると、9月では30点を取れていれば十分です。ここからゆっくり上がり始めて、最後にぐっと上がり、合格点に達するのが大きな流れです。假如我们要拿60分的话，是在9月份是只能拿到30分的，但是呢，在最后的两个月会一下就往上。はい、今の線はちょっと覚えていただきまして、次の話に行かせていただきます。中学入試では、逆転は難しいです。在中学入試的话逆转是非常難的。理由は3つありまして、直前に伸びることで逆に逆転が難しい。理由有三个，第一个是因为会在之前就一下往上升，所以逆转是非常难的。二つ目は逆転するにはライバルに勝たなければならない。如果是要逆转的话，要赢你的对手。最後に入試では今までの悪い部分が出やすい。この三つが理由です。在入試的话，是在以前的不好的地方比较容易显示出来。まず一つ目から説明いたします。さて、从第一个开始说。直前に点数が伸びると先ほどお話ししました。我刚刚说会在之前一下就上升。これが逆に逆転を難しくしています。所以因为这个逆转是非常难的。はい、なぜかというと、直前は皆さんこういうふうに点が伸びていきますので。逆転するには自分はさらに頑張らないといけないからです。因为大家都会在之前两个月上升这么多，所以如果你要逆转的话，要上升比这个多。逆にみんなが伸びてないこの辺の時期の方が他の人と差はつけやすいんですね。如果你在九月份的话就上升非常多的话，跟别人的差会就是也会非常多。よって六年生の皆さんは直前に伸びるからやったではなく、むしろ厳しい戦いが待っているということです。6年生的话是不能在就是因为最后两个月份会一下让人家高兴。5年生の皆さんはまだ1年以上ありますので、直前に慌てないように今からリードをしておく必要があります。5年生的话是要控制一下，不要从现在就一下上升。まず逆転が難しい理由の一つ目はこちらです。然后这就是第一个逆转非常难的原因。次に二つ目に行きます。ライバルに勝たなければいけないという話をします。然后是第二个理由，必须得赢你的对手。先ほどから逆転逆転と言ってますが、ここでいう逆転はもしの判定が 50% 未満でも最後逆転して合格とします。我们这里说的逆转是模式的判定是 50% 未满。はい、これが皆さんですね。で、こちらが自分よりちょっと実力が上のライバルと思ってください。然后这个是自己、然后这个是比你稍微好一点的对手。4パターンに分けますね。自分が解ける問題、解けない問題、ライバルが解ける問題、解ける問題に分けます。要分成四个。さて、ここ
ここは意味がありません。なぜかというと、自分は解けて喜んでるかもしれませんが、他の人も解けているので差がつかないです。这个是没有意思的，因为自己也会，别人也会的话，这里两个人都会的话，你是没有逆转的可能性的。はい、逆に、ここですね、自分が解けない問題でもライバルが解けなければ、これも問題ないので、ここもどうでもいいんです。自己不会，然后对手也不会的话，这里也没有意思。一番まずいのはここですね。自分は解けないけどライバルは解けた。差があるのにさらに差が広がっているので、これは何としても防がないといけません。然后最重要的问题是这个地方，自己不会，但是对手会。この罰を防ぎつつ、皆さんがやらなければいけないのは、ライバルが解けないが自分が解ける問題を増やしていかないといけません。然后还要把这个问题重上，然后还有下一个就是对手不会，但是自己会，这个要保持住。今の話聞いてかなり厳しいと思うと思います。听了现在的说明以后，有很多人会觉得这样非常难。なぜなら自分より偏差値が高い人が解けない問題を自分は解かないといけないからです。因为是要比自己偏差值高的人会的问题，自己要去做。逆転が難しい次の理由に行きたいと思います。然后这是第二个逆转难的问题。入試では悪い部分が出やすいとありますが、例えば模試が5回あったとします。在入試的时候是差的地方非常容易显示出来的。比如说模試有5次。算数がちょっと苦手な生徒さんはどうしても点数が安定せず上下します。算数不太好的学生的话，他的模式的成绩会往上的。ここでこの生徒の本当の実力はどこでしょうか？在这里的话，他的那位人的真正的实力在哪里呢？これは残念ながらここです。一番下です。是在最下面的那个地方。つまり、何回か入試で良い点を取ったんですが、本番できませんでしたという生徒が多くいます。在模試的时候拿了好几次好的分数，但是呢，在入試的时候没有拿到很好的分数。これは嘘です。这个是说谎。実は。入試で解けなかったのではなくて、もしでもしっかりと間違えていた問題を当日間違えてしまっているだけなんです。他不是在入試就没好好写，他只是在平常就是不会做的问题，他平常就不会做那个问题。入試ではもしでの悪いところがすべて出ます。そこをもう少し詳しくですね、説明していきます。在入試的时候，所有平常写不好的地方都会显示出来。はい、逆転できないできないと言い過ぎましたので、逆転するにはどうするかを説明します。如果要逆转的话，要怎么办？3つあります。逆転するには最後の45日間で逆転する。有三个，在最后的45天逆转。2つ目、計算間違いを根絶する。不要有算错的问题。最後、過去問習を正しく行うです。要正确的进行过去问练习。一つ目の最後の45日間の話をします。现在来讲最后的45天的问题。なぜ最後の45日かというと、これは模試のタイミングです。为什么是最后的45天呢？这是模试最后一次完了的时候。およそどこの塾でも、模試は9月、10月、11月、12月とあります。模式的话一般有在9月和10月、10月和11月、11月和12月、12月和1月之间有4次。よって最後の模試が終わるのは12月の15日ぐらいの塾が多いです。所以在一般在最后一次模式的话差不多是12月15号。これはどういうことかというと、最後の模試を受けた判定が出ますが、
その後の45日間、ここは文字の判定に一切反映されてきません。12月15号会出最后一次模式的结果，但是最后45天就没有模式了，所以最后45天的成绩是不会显示出来的。よってここで例えば 50% 未満でも最後40時間頑張って。あ、大丈夫ですか？はい。はい。最後の判定が 50% 未満でも最後に40日間に追い込んで合格ということがあり得ます。假如你在12月15号是50%未满的话，在最后45天你努力的话，也有可能是考上，也会考上的。ただ最初説明したように、皆さんが伸びていく中でさらに伸びていかなきゃいけないので大変ですが、可能性はあります。但是呢，你得比别人做得更好，所以呢，你会要上升特别多，这样的话会非常累。ただですね、逆転するにはそんなに難しいことをしなくていいんです。まず1個目、計算間違いを根絶させればいいです。但是要逆转的话也不是非常难。第一个呢就是不要算，以后不要有算错的问题。まず計算間違いですが、さっきの表をもう一回引っ張ってきましたが、計算間違いを根絶することで、ここをこうライバルが解けるけど自分が間違えましたというのをなくしに行きます。如果你没有算错的问题的话，你会将这个地方做对。はい、なぜでは計算間違いが起きるのかを説明します。まあ、私ちょっと説明をお聞きになった方もいるかもしれませんが、介紹为什么会有算错的问题。普段の勉強は家の暖かいところでゆっくりと解かれていると思います。これは平均でよく説明で使うんですが、在一般的话。一般的话你会在家里做这个问题，我一般会用平均台来接受这个问题。もう緊張もせずのんびり多分解かれてると思います。不会紧张，一点一点做。もしになると少し話は変わってきまして、緊張していきますので、こういう状態にですね、なってきます。那模式的话你会紧张，所以会变成这个状况。はい、本番ですがさらに高くなって細くなって、まあ、こんな感じに。ちょっとはみ出ちゃった。こんな感じになってきます。你会变成这个样子。つまり、普段この平均台の上をものすごいスピードで走っていたとしましょう。假如你一般的时候在这个上面跑得很快的话、はい、もしになりました。同じように走ることができませんので、スピードが落として得る生徒が多いです。因为你在模式的时候不能跑得跟这个一样快，所以呢你会写得慢一点。はい、本番でやりました。さらにスピード出せませんので、いつもの半分とは言いませんけど、三分の二ぐらいのスピードで解き始めます。但是在入室的时候你会紧张，所以你会用一般的三分之二的速度来做这个问题。はい、こういうことをすると、まあ時間切れになりますね。所以如果你干这样的事的话，时间会不够。また普段とスピードが明らかに違いますので違和感を覚えながら、うん、なんか普段と違うなと思いながら解きます。因为跟一般不一样，所以你会感觉哪里很奇怪。はい、これで本番検査を間違えてしまいます。まあ、もしも同じです。所以呢，你会在模式和入室的时候做错问题。じゃどうすればいいかというと、普段の計算スピードを落としてください。那你在模式写多快，你一般就写多快。やり方は簡単で、今まで打てた模試を少し思い出してください。先想起来你每次在模式的时候做多快。多分皆さん普段よりゆっくり解きましたよね、模試の時。那一般的话会在模式的时候写的慢一点。そのスピードに普段の勉強を落としてください。你按照那个模式的速度来写你一般写的问题。はい、次に先ほど普段の悪いとこが全て出るとお話ししました。我刚刚也说明了，会在一般你写不好的地方会全部显示出来。普
段の悪いところをきちんと把握しておけばいいんですね。那你要掌控你每次为什么写错了？あ、今別のファイルを開きました。計算分析表映っているでしょうか？あ、映ってます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、私はよくこういう表を配ります。ちょっと細かいんですが、例えば計算間違いをしたとします。假如先算，我们先算错了一个问题。消しゴムで消して、はい、次行こうではなくて、どこで間違えたかをすべて分類分けします。然后呢，我们就要分析，因为为什么写错了。例えば、あ、ちょっともうちょっと大きくした。はい、例えばもうやり方が間違っていたのか、数字を写し間違えたのか、字が汚かったのか、何か数字を見落としたのか、計算を省略したのか、などなどです。假如是解释的方式不对，还是写看错了什么的。こういうふうに分析をしていくと、生徒さんそれぞれで間違いが多いところが分かります。如果这样分析的话，每个人哪里算错的比较多，这样就会看得很清楚。いろんな生徒さんいましたが、多いのはこちら、計算を暗算でやって省略して間違えるです。虽然有很多人 有很多问题，但是呢，最多的我看到过最多的问题是很多人都会省略。生徒さんによっては通分が苦手、約分が苦手、まあいろいろあると思います。有些人的话，通分和约分比较不好。こういうふうに分類分けをして、間違いが多いところを把握し、次そこを注意して計算すれば確実に減ります。把这个分析以后，注意你哪里写错的地方，然后一点一点写的话，你的算错的问题就会越来越少。今は間違えたところの原因分析になります。然后这个就是写错的地方的原因分析。はい、もう一個ですね。間違い気づいて訂正、消しゴムで消して解くことがありますよね、計算で。然后你一般的话会把是不会簡単な例ですけど2分の1たす3分の1が、まあ、例えば6分の3ではなくて、まあ、2にしてしまいましたとかですかね6分のこういうことをしたときに消して、まあ、こうすると思います比如说2分之1加3分之1的话假如你把写成六分之二，六分之二加上六分之二的话，你是不是会把那个错的地方擦了以后再写上去？この消したというのも記録をしてください。你擦掉的地方的时候，你也把这个记录上去。記録をして、数分間違えましたので、ここに一件カウントします。然后就把这个上面写上去。こうすることで確実に計算ミスを減らします。这样的话，你的算错的问题会越来越少。決して分からなくなるのが心配だったら、計算だけはボールペンでやってもいいと思います。如果你擦了以后你不记得的话，你计算的时候你可以用圆珠笔来计算。こういうふうに分析をすれば、必ず計算ミスはなくなります。如果这样分析的话，你的算错问题会越来越少。多くの生徒にこれをやってくださると言いましたが、やった生徒はっきり言って10人に1人ぐらいです。我跟很多人说明了要干这个事情，但是做这个人的话，一般都是十个人里面有一个就已经很不错的了。やらずに計算ミスが減らず、本番に間違えてしまいます。いや、ちゃんと分析したわずかな生徒だけが計算間違いを根絶できます。好好分析的人才会算错的问题才会越来越少。ではその少しでもやっていただくために計算間違いは致命的という話をします。計算は算错的问题是致命的。これは城北中学というのがありますね。倍率が2倍だった年があります。有一个中学的倍率是二。倍率が2倍ですので、当時と400点満点だったんですが、
是400文满分然后倍率是2半分より上にいれば、まあ、2倍ですので合格下だったら不合格です因为是倍率是2所以你会要在一般之上ここちょっと学校によって変わるんですが上腹の時は 10点这也是10分ここに合格者の这里是合格者的 80% が入りました这里进去了合格者的 80% 例えばまあ、100人受かったとしたら80人はここにいたということです。假如100个人考上的话 ,80% 都在这个里面。これはすごいことで、例えば、あと1点落ちてしまった生徒も、假如还有1分就下去的人的话、たった10点上がるだけで合格者の上位 20% に入ります。对、上升10的话就能进去。合格者的 80% 以内逆にこの辺にいた生徒ですね計算間違いで仮に一問でも間違えたら不合格だったわけです但假如在这个里面的话只没有拿到一分的话也会下去これを聞いて計算間違いどれだけ入試に重要かなくさなきゃいけないか分かっていただけたと思います听这个的话你会觉得算错的问题是多么重要的6年生の皆様、あと少し5年生の皆様、今後の勉強に生かしてください。6年生の話、还有1年就要考试了。次に過去問演習の方法を説明します。我来介绍过去问演习的方法。過去問演習をきちんとやることにより、ここですね、自分は、ライバルは解けないけど、自分が解ける問題を増やすことができます。如果你演习过去问的话你会跟你对手很做出来很多的差まず何年分解くかですが、5年分最低解いてください如果要最少也要写5年分いつから開始するかですがまず塾から指示があったら始めてください从什么时候开始呢塾那边让你开始你才开始おそらく10月とか11月とか12月の10月11月の塾が多いと思います差不多熟的话会让你10月11月就开始間違っても夏休み前に勝手にやることはしていけません不能在暑假之前自己就做夏前にやっても問題解けませんのでしっかり解いてしっかりやる気をなくして終了します夏天做的话你因为你还没学所以你是不会的次にどのように準備するかですが入試と同じ日に起きます朝那怎么准备呢在入試的话你起多早你的过去问演习的时候你也要起多早、まあ、朝6時に起きて入試と同じ時間に開始して入試と同じように終了してください比如说你6点起来的话入試几点開始你就几点開始今日は国語、明日は数学、明後日は理科ではなくて、一日にまとめて行ってください。一天就全部做完问题。次にどのように解くかですが、マイナス5分。試験時間50分の学校が多いですので、45分でやってください。如果試験入試的时候要用50分来做的话、你要用45分钟就把这个问题做完。はい、これは普段、本番どうしてもスピードが落ちてしまいますので普段5分余らせないと当日時間足りません因为在入試的时候你的写的问题就会越来越慢所以呢你一般的话就要让入試的时候剩下5分钟解き直しはどうするかでまず当日中に全てやりきってください就是你在当天就全部都要写完，写完以后改问题。次に入試の合格点6割から7割ですので、難しい問題は解き直ししなくていいです。
因为合格的分数是差不多是60分到70分，所以你不会的问题就不用再写了。明らかに分かんない問題はもう直さずに塾の先生にこれ解き直ししなくていいと思いますが大丈夫ですかと聞いてください。如果你写了几遍还是看不懂的问题的话，你就跟辅导老师说这个我不会做。次に受験校の選定方法をお伝えします。然后呢，就是受验校的选定的方法。ここはそんなに難しい話はしません。まず志望校ではなく受験校です。不是志望校，而是受验校。次に受験生は選ばれる側。然后呢，受验生是被选的那边。この2つはどういうことかというと、皆さん行きたい学校があってそこを選んで受けますよね。你们是不是有想去的学校，然后选了那个地方再去？そういう意識があるなら、その意識は変えてください。如果你有这样的想法的话，先要把这个想法换了一下。ですか。皆さんは学校を選んでいるんではないです。学校が皆さんを選んでいるんです。因为你们不是在选学校，而是学校在选你们。よって皆さんは行きたい学校に目指すのではなく、所以呢，你们不是要选你们想去的地方。行きたい学校を見つけたら、その学校の入試問題を見て、然后如果你要找到想去的学校的话，你看一下那个学校的入试问题。その学校が取ってほしいような学力を身につけるんです。然后呢，按照那个学校的学历去学习。で、自分のやり方とかを通さずに、学校が例えば図形をたくさん出しているなら、図形を集中的にやる。如果假如那个学校是理系是中心的话，一定要做很多理系的问题。長い文章題が出るなら、長い文章題を特訓すると。如果有很长的文章题的话，你就要做很多很长的文章题。学校が取ってほしい人に自分がなっていってください。然后那个学校想要什么人，你就要去成为那样的人。次に1月校、2月校の選び方、これもそんなに難しい話はしません。然后1月校和2月校の選の方式。1月校ですが、おすすめは2校を受けるのが良いです。然后1月的话你去2个学校。1校は確実に合格するとこ、2校目は落ちてもいいです。然后第一个是你绝对能考上的学校，然后第二个是你考不上考得上都行。なぜかというと、2月入試がありますが、ほとんどの生徒1回落ちます。然后2月你也有2次、但是很多学生一般2月都会考不上一个。その時に1月に1回落ちていると、2月落ちても気持ちがすぐ切り替えられます。假如你在一月已经没有一个已经没有考上的话，二月份假如你一个没有考上，你也不会那么伤心。じゃあちょっと別のファイルで少し説明しますね。お待ちください。まあ画面見えてるでしょうか。見えてます。はい、ありがとうございます。例えば今自分の偏差値がまあちょっと。ざっくり例えば今偏差値がまあこれぐらい、ちょっと待ってですね、これで、まあ60ぐらいだとします。假如你现在偏差値这么高的话。その時、1月校の最初はまあこの辺から選べばいいと思います。那我觉得は、1月校的话。逆に千葉はまあ落ちてもいいので、この辺から選べばいいかなと思います。那你就是比自己先一月第一个的话，先选比自己偏差值低的学校，然后第二次的话选比自己偏差值高一点的学校就行。まあこっちね、もし受かっちゃったらいいんですよ。そこに通えばいいですから、ちょっと遠いかもしれませんが。假如一月的话，你考上的话，你就去那个学校就行。まあね、実用力高い学校なので全然通っても価値があると思います。ちょっと2月になりましたと。然后2月份はポイントはもうほとんどないんです。まず2月1日午前、まあ、行きたい学校を受けますよね。まあ、どこ例えば、共立女子と。
假如二月一号午前你想去公立女子学校的话，ポイントも1個です。午後は絶対に落としてください。然后下午的话，你选比较低的学校。で次にですね、ここ合格不合格が出るかで事前にどこを受けるかを最初に決めておきます。看，然后下午的你选，你看了以后看合不合格，然后你再选下次要考的学校。当日、合格発表出てすぐ出願ですが絶対間に合いませんのでもう1月中に決めておいてください。但是呢2月份你要考的学校如果你2月份开始选的话肯定来不及所以有1月份的时候就要选上。例えばそれが午後受かったら、まあ、またもう1回共立をチャレンジする。残念ながら落ちてしまったら少し低いところを探して、まあ、どこでも受けると。假如你二月第二月一号第一次的时候没考上公立的话，你二月再考一次公立。あ、本当に選ぶのもここだけです。それを1月中にすべて決め切ってください。然后你要选的话，就是要选的话就只选哪里。入試の時になんか慌てるご家庭が多いので、はい、そこだけご注意ください。然后入试的时候不要紧张。次に入試直前の過ごし方でここを改善することで逆転の可能性を少しでも高くすることができます。入試之前の生活方式、まず生活リズムですが1月に入ったら毎朝6時に必ず起きてください。然后呢到了1月以后你每天早上必须得6点钟就要起床。そして先ほど言った過去問演習のやり方を正しくやってください。然后刚刚我说明了过去用演习的方法。塾にいますよね、自習室で、なんか今日は国語やってとか、なんか話しながらやるとか、絶対にやらないでください。然后就一天全部写完所有东西。して常に入試本番を意識した勉強、つまりスピードを入試のスピードに落として普段解いてください。然后呢、再把入試的时候的写的速度、按照平常写的速度、実際保護者様声かけてありますが正直気休めです。然后家長の話就是不要跟他说太多的话。声かけをしても正直ほとんど効果ありません。假如家長跟他说你要加油啊什么的话那个其实也没有太大的帮助。効果がないというのはプラスの効果はありません。就不会有很好的帮助。マイナスの言葉をかけるとこれは絶大に効果があります。然后跟大家说不好不好的话的话、あ、効果があるというのは点数が下がっていくという意味で効果があります。なのでマイナスの言葉だけはかけないであげてください。然后不要跟他说你肯定考不上这样的话这样的话 他肯定是会考不上的。繰り返しますが声かけにはそんなに力はありません。なので気休めです。所以跟他说太多的话的话，其实也没有很大的帮助。声かけではなく、このような生活リズム、過去問演習、勉強方法、この辺で逆転を狙います。不是跟他说话，而是要把他的生活习惯改一下。では ちょっと入試必勝朝ごはんというのがあります。入試の朝必勝朝ごはんがありますので紹介します。然后入试的时候的早饭。有几个特别好的，我给大家介绍一下。申し訳ありません。日本人向けですので、食べれない方は中国風にアレンジいただければと思います。因为是日本式的，所以可能有些人都吃不下去。白米。米饭。玄米は吸収に時間がかかりますので、白米にしてください。必须是要白米。味噌汁。然后味噌汤。これと油分がありますので、油揚げを中に入れます。然后往里面放油豆腐。次、ちょっと食べれない方多いかもしれませんが、納豆。然后納豆。ウィンナー。香肠。ウィンナーは
験担ぎ、ウィナー。英語で勝者ですね、ウィンナー。あとは、まあ、野菜とか卵とか何でもいいですね。普段食べているものを朝出してください。然后再给他放一个一般他都会吃的东西。朝からとんかつとか、はい、しないようにしてください。これが入試の朝、必勝の朝ごはんです。这几个就是早上、入試早上吃的话、会考上的一个早饭。公演習の朝の日もぜひこれを作ってあげてください。然后过去は演習的时候、早上也要给他写这些问题、也要给他做这些饭。次に算数の入試を少しご紹介します。然后我来介绍算数的入试介绍。まず算数の難易度を私は4つに分けます。然后我把这个算数的難易度分成了4个。基本は問題を読んで計算して、はい、答えが出ました。然后基本的话就是他的问题，然后计算，然后有答案的。標準は問題を読んで、あ、整理、パターン化された整理、あの線分図、面積図などを使う方が多いと思います。そういう問題です。標準的话是看到问题后整理一下，然后再写答案。8点も問題を整理するんですが、パターン化されていない問題です。その場でどう整理するか考える問題です。发展的话是有问题了以后，你会要整理，然后是没有公式的，会要自己想。まあ、最後あまり出ませんが、ひらめき、あのなんかもうその場でひらめかないと解けない問題ですね。然后最后一个就是非常难的一种问题。麻布中学の問題を解いたことある方は、あ、 あれかみたいな問題です。就是特别难的一种问题。さて、3つご紹介します。然后我来介绍三个。はい、1個目、英明館、2つ目、共立女子、3つ目、早稲田になります。然后第一是陽明館、然后第二个是共立女子、然后第三个是早稻田。あの偏差値をバラしてみました。これがだいたい首都圏模試で55、63、これ70オーバーですね。然后是偏差值有三个，一个是55、一个是63、然后一个是70。まず計算問題を見てみましょうか。然后先来看计算的问题。もう見るべきはこれ早稲田、計算なし。早稻田就是压根就是没有计算的问题。ちょっと偏差値が高くなるにつれて計算は減っていきます。偏差值越高，计算的问题就越少。次に基本問題いきます。基本問題。基本はさっき言ったあの問題文を読んで、ちょっと計算したら解ける問題です。然后就是我刚刚介绍的基本問題，就是你计算了一点就可以看出来的那种问题。はい、もうまず見るとこ、早稲田ですね、なし。早稻田还是没有基本问题。早稲田あります。逆に A 面化を見ると、基本問題でほぼ 60% まで取れます。然后，如果在第一个学校的话，计算和基本问题写得很好的话，差不多就能拿到60%。次に標準問題いきます。然后是标准问题。標準は問題を読んで整理して答えが出る問題です。标准是看了问题以后整理一下才能看出来的。意外と早稲田標準問題出すんですね。半分弱。早稻田的话会出标准问题50%。共立も偏差値高めですが、標準までできれば90点取れます。然后共立的话，你拿到标准问题差不多拿到的话，能拿到90%。ですので計算基本標準ができれば英明館共立は合格です。然后标准问题和计算问题和基本问题你都写对的话，第一个学校和第二个学校都能考上的。さて、早稲田発展をどうしてもここを解いていかないといけません。然后早稻田的话要写标准，标准要写好多。
合格点、まあ、大体60から70ですので、なんとか8点のこれぐらいを解かないと合格できません。合格点是60%到70%，所以发展要写这么多。あと最後早稲田ひらめき、もうこんなのねできなくていいです。ちょっとですか。早稲田这么剩下的这么多的话，你就不会也没关系，反正也是这么一点点。はい、ですので、皆様の志望校に応じてどこまでのレベルを解けないかを把握して勉強してほしいと思います。然后按照你们的标准你要考的学校，看你哪个问题不会做，然后按照那个问题不会做的地方来一点点做。これを見るだけで学校が出しているメッセージが分かりますね。然后看这么一点的话，你就能看出来学校要你做好什么。つまり早稲田は計算基本しか解ける生徒はいりませんってことです。那早稻田就是不需要只会计算的基本的学生。一方で早稲田は麻布中学のように、まあ、ひらめきはない生徒でも来ていただいて大丈夫ですということです。早稻田的话不会那么一小块的人也可以来。これが実際の A メーカーの問題になります。这是第一个学校的问题。いかがですか、これでね点が取れるんですよ。第一个学校的话会这两个的话，很多问题都会做对。これもちょっと5年生の方もいらっしゃると思います。すでにね、解ける生徒さん結構いらっしゃると思います。这两个问题的话，差不多五年级的人都会做。強烈になりました。計算はね、結構取りやすいかなと思います。然后是公立，公立的话，我认为计算是比较好拿的分数。ただこちら側、ちょっとさっきの A 面会より。文章が長くなってますね、比べると。然后比这个地方比刚刚的地方文章会长一点。これはね、整理しないと解けなくなっていきます。哦，这样，这种问题的话，你需要整理一下才会做。早稲田ですね、次が。然后是早稻田。ご覧ください。四角一のカッコ一からもう一行問題計算なし。然后从第一个问题就是文章题。括弧にもすでにもう難しいと。然后第二个问题也是非常难。で例えば大門さんですと、多分こういう問題見たことある方、ああこれやったなって方いないと思います。然后第三的话，这个问题好多人一般都是没有做过的。これはもう応用問題でその場で何とかしないといけない問題です。这个就是应用问题。以上3個をご説明しました。志望校の過去問、まあ、最新のを見るとまずいですので、まあ、少し古いのを一回眺めてみるのはいいかなと思います。最新のは也是非常難的。我觉得所以呢从最以前的开始看比较好。はい、以上で本日の説明は終了となります。何かご質問とあれば何でもお願いいたします。我已经说明完了，所以如果有人有问题，ありがとうございます、安藤先生。ありがとうございます。大家好哈，要是这个人比较多哈，就是提问起来可能会比较乱哈，就这样。你如果想那个说话提问的话，可以用日语或者中文也行，在这个里面先给我举手，举手了之后我把大家麦克打开，或者说直接在这个里面打字，就是给我打也行，给这个。用聊天的日语或者中文都可以哈。もし何か質問あれば挙手していただくか、それかチャットに送り込んでください。刚才有朋友给我提的问题啊，就是说是老师刚才说，如果一次没有合格的话，第一次没有合格的话，后面几天继续考这个学校，是换一个偏差值高的学校呢？我理解这个问题，说是他是二月份的，因为。一般来说二月份的学校的话他都可以考每个学校都可以考好几次。他说是可能是报了一个学校二月份他有第一次考试第二次考试第三次考试。第一次要没过的话当然就继续考了哈。我不知道是不是对的哈，问问袁昌老师。安藤先生。安藤先生。
はい、はい、今質問がありまして、はい、先生が今さっき1回目 2月の1回目で合格してなかったらその次の学校はこの学校そのまま受けるかそれかもう一つ偏差値が低い学校に変えるかどっちがいいのかよく分からなかったらしくて、ありがとうございます。まず2月1日不合格で午後受かってその結果が当日出ていればそこで合格していれば同じ学校行って大丈夫です。如果你在2月1号的时候早上考上那个时候你就直接去那个时候就行了。ただだからちょっと午後も不合格だったら2日は落とさないといけないと思います。然后如果第一次考的时候没有考上那个学校的话，你第二天的话就不要再继续考个那个学校，换一个偏差值比较低的学校。合格発表が出ない学校たまにありますが、そういう時はもう安全に落とした方がいいと思います。然后，如果有些学校是当天不会出成绩的，所以那种学校的话，你第二天就考一个偏差值比较低的学校就行了。回答になっていますでしょうか？多分これで大丈夫だと思います。あ、分かりました、ありがとうございます。栄東ですか？栄東、栄東、现在我是六年级然后一月要考荣东然后荣东 AB 日程的他想要隆冬的算术日程的建议。我有问老师是不是能回答。先生はい、6年生で、はい、1月に、はい、栄東を受ける予定の人がいらっしゃいまして、はい、数学についてのアドバイスをいただきたいっていう質問。渋谷教育学園幕張の問題を解いてください。叫做涩谷教育学院的问题。千葉の最難関渋谷教育学園幕張の問題を去年ので一回解いて少し難しめのをされた方がいいと思います。栄東より。我建议是要写涩谷教育学院的问题。A 2と B で2点の違いは特にありません。然后 A、B 日程的算数差不多都是一样的，没有很大的区别。非常に難しいですので、栄東の問題プラスちょっとそれ上のを取った方がいいと思います。因为隆冬是很难的，所以我觉得把隆冬的问题和涩谷教育学院的问题都写上比较好。あ、ただですね、塾の先生に栄東行きたいんですが、他にどういう学校を解いた方がいいですかって。聞いた方がすいません。一番早かったですね。問一下熟老师最快。ご質問の回答になってましたでしょうか。あ、よかったです。はい、ありがとうございます。欢迎大家举手发言哈，现在远藤老师在这边，如果等过一会儿可能远藤老师就要离开了哈，然后我会继续在，然后我可以回答一些问题。好，来这个。はい、各学校の計算問題、基本問題、応用問題の比率が分かる本ってありますか？だってないんですよそれ。で、私が以前なかったので。10年前のデータですが分析はしました。这个人问题问的问题就是各个学校的计算问题、基本问题和应用问题的比率有没有那样会看出来的书。他说，这个远藤老师没有这样的书。残念ながらですね、ちょっとそのデータ消えてしまったんですが、分かったことが一つありまして。首都圏模試の偏差値ですが、ここ60の壁があります。
然后就是有一个六十分的话是有一个这样的一个墙的。明らかにここは計算ができればなんとかなる。60以下的话你会计算问题的话就会做得非常好。この上はどうにもなりません、計算だけでは。然后60分以上的话你只会做計算的话也没有很。さらに70を超えると計算すらほとんど出なくなります。然后如果70以上的话计算问题也不会有很多的问题。ここだけ一旦押さえていただければ大丈夫かなと思います。然后看到这些的你就懂了这些的以后吧就挺好的。先生、今5年生の男の子で、はい、あ、5年生ですね。はい。勉強と塾がとても嫌がってて、はい。宿題が多すぎて、はい。親としてはどうすればいいのかっていう質問なんですけど、はい。算数の宿題どれぐらい出てますか？算数の問題は有多少呢？可能很多。谈问题是家长该怎么办？とても多すぎる感じで。あ、わかりました。まず多いと。次に解ける問題と解けない問題があると思うんですが、解ける問題を解くのは嫌ですか？それとも大丈夫ですか？他就是远藤老师问你，就是比如说作业很多的话，有些问题是会做的问题，还有不会做的问题。他说：“是不是会做的问题写的也不想写了？”嗯，是，确实是。哎，多分。我估计是。親としては宿題の量がその本人が解ける以上の範囲が出てて。ああ、なるほど。では量が多いのも問題ですけど、解けない問題が多いのがどっちかというと問題ですかね。对，是不是就是不会做的问题非常多？就是如果不会做的问题非常多，怎么办？就解けない問題がめっちゃたくさん多かった場合はどうすればいいのですか？塾をですね、まず塾というか言い方あるや、まず将棋をか。先生の教え方が悪い場合があります、まず。然后这样的话是老师的教法不对。ですので、分からないもので先生に質問しにまず言ってください。就是先跟老师说一下这个问题。それやっても先生言ってること分かりませんと、先生変えてください。然后跟老师说明了这个老师教的不好、但是老师还是不换教的方式的话、你就换个老师就行了。五年级的 plan 相当于。五年生の受験でどういうところを注意すればいいのですかっていう。五年生ですね。はい。もうこれ決まってまして。もうすぐ、あ、これから五年生になるですか。はい。わかりました。じゃまだ今四年生ですね。はい。4年生までやったことはまず5年生でもう1回やるので心配はないです。5年生からどうするかですね。然后如果你现在孩子还是4年级的话不要有太大的焦虑。那5年级的时候会再做一遍4年级学的东西。決まってまして計算と比と速さなんですね。就是5年级的话的话就是计算还有比率还有速度。その単位をしっかりやっていかせ、計算だけちょっと簡単に言いますけど、これだけは絶対にやってくださいね。然后就是要把这个三个做好，然后要把分数的问题让他做好多遍。違う、じゃ12分の。これはやらずに必ずこれだけはもう5年生になったら絶対に守ってください。
不要把这个答案写在旁边，要写在下面。もう本当こ私ね、五年生の生徒には計算もこれしか言わないですから、縦を揃えなさいとか、イコールを揃えましょうみたいな。我一般只会对五年级四五年级的学生说，把竖着列好，然后把等号列准列好。で次に速さですが、まあ、いろんな先生教えますけど、ちょっとごめんなさいね。さ、72km/h イコール秒速何メートルですかという問題が出るときに、中華の先生絶対教えると思いますけど、これだけはね、今日覚えてます。丸 3.6。让他背上背一下这样的东西就行了。この計算だけは絶対に速さの時にやってください。然后这个一定要算这个问题。ちょっと比ですが、まあ、そんな難しいことはないんですが、マークをつけるだけは絶対にやってください。3対2の時に。塾で絶対教えると思いますが、マークの四角三、四角五、マークを変える。然后要让他写成这样的方式。この辺りを意識してやられるといいと思います。ただこれ本当に算数の本当に一部ですので、本当に一例です。次の質問で、はい、6年生の生徒さんは大体毎日どんぐらい、はい、何時間ぐらい寝ればいいのですかっていう質問なんですけど、あ、入試直前はもう決まってまして、10時から、あ、すみません、22時から18時、これが一番いいと思います。6時、8時、あ、違う、これ6時ですね、8時間ですね。然后就是入室前天的话，让他10点到6点，10点到6点。例えば塾が遅い日とかは、まあ、少しずらしますけど、入試直前はもうこれが一番いいです。入試之前的话是十点到六点是最好的。はい、はい。サビックスの5年生の在塾生で偏差値が、サフィで偏差値が、はい。偏差値が52から55の間で、今志望校が渋谷開幕でかなり難しいのですが、可能性であれば残りの1年の準備とアドバイスをいただきたい。すみません、渋谷幕張ですか、渋谷教育学園、渋幕ですね、はい、渋幕ですか、渋幕で52、千葉の最難関ですか。是千葉の最難所。ちょっとですね、応用を解かなければいけませんので、次のもし直近何月と何月がありますか。下一次の模式是在什么时候？今12月。次の模試っていつありますか。下一次の模試、最近是在什么时候？じゃあ、4月には絶対ありますので、サピックスオープンが。ここまでにサピックスオープンの基本標準と言われている問題を解けるようになってください。然后在四月份的模式的时候 要保证基本和标准问题都会写。次にですね、これがいいですね、夏休みありますよね。然后暑假的时候サピじゃないですが、
4課のまとめ。数課は読もう。四つ矢を使う。これすっごくいいですので、これを夏休みにやりきるといいです。然后让他写四五大种的问题。まあ、ただちょっと塾で宿題たくさん出るんで難しいかもしれません。ここは全範囲すべて入ってますので、もうすごくおすすめです。然后我推荐的是这一本书。でその後ですね、これから先は尋問ってありますよね。尋問。あのいろんな中学校の入試が全部入ってるやつですね。こんなやつですね。で塾の先生に渋谷幕張にまず行きたいですという話をして、どこの入試問題のどの問題をやった方がいいかを指定してもらった方がいいと思います。跟厨子老师说一下，我想考涩谷，涩谷的学校，涩谷的学校，然后跟厨子老师说一下，让厨子老师跟你说一下做哪里的问题比较好。塾の宿題で精一杯かもしれません。これぐらいやらないとちょっと渋幕は大変ですね。別的问题。不是上面还有一个？还有没有？这个是。这同一个人。今。数学、理科、国語、社会4科目受ける予定なのですが、はい、勉強時間はどう分配すれば良いのですか、はい、算数が60。今日。あ、聞こえてますでしょうか。あ、聞こえました。で、あとは、国理社を40班の中で、まあ、あの理社はまあ15とか15です。はい。然后数学是 60%、 然后理科社国語は10から10、算数 60% ぐらい割くイメージでやってください。然后算数是 60%、 理科社会是 10% 就行。然后剩下的时间在做国语。あ、ごめんなさい、ちょっと言い方イメージなので、実際 60% 目指したら大体そんなにやりませんので、45% ぐらい落ち着くと思います。はい。改正の出題傾向は主に、はい、何という質問なんですけど、ニュートン山が毎年出るんですね。ニュートン山。毎年じゃないか。毎年ニュートン山が結構出るんですよ、あそこは。然后牛顿山是很多的。举个例子，什么叫牛顿山？ニュートン山というどういう。あ、もし、なんかですね、あの、水が、水槽に水を入れつつ、水が出ていくとか、牛が草を食べつつ、草が生えてくるとか、何かが増えつつ、何かが減る問題ですね。然后就是、比如说、一个水一边流、然后一边进去、什么的那种问题。あれはですね、ちょっと潰しといた方がいいです。あの、普通の問題集には出ないレベルが出てきますので、ニュートン山ですね。就是要写牛顿山。あとはあのとにかく文章長いんですよ、改正。那海神的话是文章题非常长。なんであの他の学校で文章が長そうな問題をまたこれも塾の先生に選んでもらってやった方がいいと思います。然后让熟老师选几个文章题比较长的问题来做。まあ、選ぶって言ってもそんな難しくなくてですね、改正ですので、もう、あ、これ女子か、男子の方がいいですね、男子。まあ、正直ですね、改正ですので、もうほとんど上がないですので、ここにいらっしゃるので、もうやるって言ってもね、もうこの辺しかないですよ、正直もう。アザバはいらないです。アザバは問題が違うので。で、この辺の問題からですね、B の方のなんか良さそうな問題を塾の先生選んでもらってやるのがいいですね。いや、あの、これなんですけど、あ、これと言いますと、どれでした？今チャットに、はい、チャッ
当に、これ会場ですか？会場。会場ですか？また難しいとこ見られますね。はい。ちょっとすいません、私会場やったのがちょっと前なので、ですね、場合の数がね、あそこ難しいんですよね。これ場合の数。場合の数ですね。ただごめんなさい、5年まで1回止まっちゃってるんですが、もし過去問で場合の数がたくさん出ていれば、これも同じくですね、場合の数を強化してください、これは。你要写很多场合的数。で、会場は最後ですね、計算問題が出るんですよ。一問だけですけど。那海城的话是有多也有计算的问题、虽然只有一个。そこを落とさず、場合の数を強化しつつ、ただ文章が相変わらず長いですので、改正と同じく同じようなレベルの問題を解くといいです。芝まででも芝とかいいですよ。这个时候的问题比较好。会場よりちょっと簡単なんですけど、ここからね、ちょっと会場で苦戦したら芝に一回戻って、もう一回やるとね、結構うまくいくと思います。如果海城写的问题比较难的话、先写一下这个时候的比较好。やっぱり共通するのは、塾の先生に会場を受けたいんですけど、まあ、どういう学校の問題を他にやってもいいかをアドバイスもらうのが一番いいと思います。我觉得问一下厨子老师是最好的。还有别的问题？跟他说，接下来我会分两个房间，第一个房间是安道森塞在里边，第二个房间我在里边，然后需要提问不同问题的人可以自己进不同的房间，也请安道森塞待会儿进第一个房间哈。今から部屋を2つに分けるので、その1つが遠藤先生がいらっしゃる方で、はい、1つがマーさんがいらっしゃる方なん、いる方なんですけど。あ、はい、わかりました。私の方の部屋ではどんなことをしましょう。 1個目の方、1つ目の方で。あ、はい。はい。我怎么进？
すみません、遠藤です。多分部屋分かれてますでしょうか。あ、遠藤です。聞こえますか。部屋、おそらく分かれたのかなと思うんですが。遠藤先生。あ、はい、分かれ、はい、部屋分かれましたね。はい、あのそちらに入っていただければ、はい、あのその今2つ組があって、はい、はい、あの遠藤さんという方に入っていただければいいのですけど、ちょっと待ってくださいね。入る、はい、1個あった、はい、入る入り口は、どこでしたっけ。パソコンだと、左端、一番下のとチャットの隣だと思うんですけど、あのなんか四角が4つあって。あ、ブレイクアウトルームです、ね。あ、はい、それです。あ、これ三角か。あ、わかりました。入ります。はい、ありがとうございます。あ、入った後、あれですか、皆様からの質問を受けるような感じですよね。あ、はい、そうです。はい、はい、わかりました。入ります。